さあ来ました。さあね、今までこの間発表したついに USB が黒くなりました。でなおかつね、こういうふうに形になっておりますね。でまあ特徴的なのはね、今回 USB の 9mm を再現したんですけども、まあ当然実銃サイズながら、今回はですねちょっと本当に打っていただきたい、ちょっとこの力強いね、このものすごい力強いこのブローバックが体感できるっていう、まあ、これが大きな特徴になっております、まあ、あとはエキストラクターが結構別パーツで再現されたりとかですね、もう本当に USB らしいところを結構再現しております。ただまあ USB ね、レールの幅がちょっと規定ではないので、コンパクトと同じように 20mm のレールアダプターなんかも搭載して発売したいと思います。で今、何気なくついておりますけども、この USB 用のマイクロプロタイプ用のアダプターも発売しますので、これをつけることによって USB にもうちのマイクロプロサイトが搭載できるようになっております。まあ、これはちょっと専用の、ね、アダプターが必要になっちゃいますけども、これをつければ USB にも搭載することができるようになっております。もう非常に力強いね、打っていただくとこの力強さが分かるかと思うんですけども、デコキングも当然搭載されております。もうね、皆さんからねまだかまだかと言われてて、発表してから2年ぐらい経ってまだかまだかと言われたのがやっとついに発売をするようになります。価格が 16,800 円です。まあ今までのうちのガスブローと変わらない感じですかね。で、一応12月ぐらいとかぐらいに発売予定では進めてますけども、ちょっとさっきのいろいろとね紹介しているものとのバランスもありますので、ちょっと何とも言いますけど、なるべく早く発売をしたいと思っております。ちなみにあのマガジンはごめんなさい、 USB コンパクトと互換性はないです。これは本物もそうなんですけど、互換性がないマガジンになっております。でもね、非常に力強い USB、まあ、皆さん期待されていると思いますので、ぜひね期待していただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、で引き続きですね、こちらですね、まあ、今相変わらず木状態ですけど、グロックの 19V10、 あとまあ M45A1 ですね。まあみんなどれも進めてます。でみんなまだかまだかというのもあって、実は、今この色ですけど、もうすぐ出ちゃうようなものもね、もしかしたらあるかもしれない。今回の M&P9L みたいに、みたいなね、もう出るのこれみたいな、そういうのもちょっとあるので、まあそういうのもちょっとね、丸いのサイトとかをちょっと見ながら注目してもらえたらね、出たじゃんみたいなね、そういうのがあったらいいなと思っておりますので、まあ、あとはマルフェスがね、また11月にありますので、また追加情報でいろいろとやりたいと思いますので、ぜひね、期待していただければと思います。まあ、いろいろとあの僕らも考えてはいるんですけども、あとはちょっとやっぱり注意しなきゃいけないのは、正式採用になっても、最終的な形になるのはやっぱりちょっとまだ時間がかかったりすると。実際あのトライアルは済んだんですけど、実践投入みたいなのをした時に、結構ああだこうだと改良が、まあ、M9 の時もあったので、まあ、そういうのを含めながら、僕らとしてはちょっと将来を見据えながら考えてなくはないですね。まあ、もちろんあの銃に限らずいろんなものをやってますので、これとかね、まあ、言えないですけど、いっぱいやってますんでね、まあ、そういった中ではまた今後もいろいろと期待していただけたらなと思っております。